はい、それでは皆さんこんばんは。本日はですね、アルビレジェンドトークセッションということで、いよいよ今、今シーズンのね、アルビレックスの J1 昇格というものがもう目の前に迫っている中で、改めて、かつてのレジェンドに、かつてのアルビレックスの昇格シーンはどんなものだったのか、秘話などもお伺いしながら J1 昇格を見つめていきたいという回になっております。なおですね、私テニーテレビ新潟の現在のアナウンス室というのがありまして、そのアナウンス室長をしております須山司と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。私の印象というのは、おそらく多くの方は、ニュース、テレビご覧になっていた方はニュースを読んでいる人という印象がとても多かったのではないかと思いますけれども、この3月にですね、ニュースは完全に後輩の方にバトンタッチはしまして、その前に私が実はスポーツ、特にアルビレックスをずっとこう一生懸命取材してたということをご存知の方っていうのはどれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。なかなか、ということは皆さんも大体今ので、20年以上前からアルビレックスをずっとこう追っかけているという、なかなか確かにこう見た感じ、比較的年齢層が高いようなそんな印象も受けたんですけれども、それだけ皆さん、熱心にチームを追っかけてこられたということだと思います。で、もう一度ちょっと私のことについて自己紹介させていただくと、神奈川県出身で、1994年に、新潟、テレビ新潟に就職をして新潟に来ました。で、当時はですね、新潟はサッカー不毛の地というふうに言われていた本当に頃だったんです。で、今は高校サッカーという、テレビ新潟がですね関わっている番組、スポーツコンテンツではもう全国の中でも新潟は本当にこう屈指の強豪県に数えられるぐらいレベルが高くなっているんですけれども、当時は本当になかなか全国大会に行っても4対0、5対0で負けて1回戦で帰ってくるというような、そんな新潟でした。ただそこでですね、サッカーのワールドカップを新潟に誘致しようということで、当時新潟イレブンという社会人サッカーチームに、プロ化に向けた、白羽の矢が立ってですね、そしてこう新潟が本当にこう多くのサッカー関係者、もう少年年代の育成の方から含めてですね、強化がスタートして、そして中学高校年代も含めてだんだんと力をつけていったんですけれども、その新潟イレブンもやがてアルビレオ新潟というチームになって、そして当時JFL というですねところに昇格を果たし、やがて J2 に参入し、そして J1 に2003年のシーズンで優勝して上がっていくという、ちょうど私はもう本当に新潟の創世記というか、反町監督が当時曰く新潟のサッカーのおとぎ話の第一章完結という、そのストーリーをですね本当に取材させてもらって、本当に新潟のそのねスポーツの盛り上がりと一緒にいい思いをさせてもらったなというふうに思っております。で、今回ですねご登場いただく、ごめんなさい、今ちょうど自己紹介、今目に入ったからあれなんですけど、神奈川の実家焼き鳥ほがらかは関東方面のサポーターが集うというふうに書いてあるんです。これ焼き鳥ほがらかってご存知の方ってどれぐらいいらっしゃいますか。なかなか、私のすいません、ついでに父親が神奈川県で焼き鳥店をやっていて、もう本当に当時JFL の時代から上りのアルビレックスの旗をですね相模大野というところで小田急線のでもう立てて、アルビレックスが勝った日は焼き鳥半額にしながらやってるような、ちょっとそんな熱心なお店だったんですけれども、去年の秋に、残念ながらというか、うちの父親も年だったんで、お店をですね、閉じたわけなんですが、改めてこの場をお借りしてですね、足しげく通っていただいた関東方面のサポーターの皆様はじめ、サポーターの皆さんどうもありがとうございました。ということで、私の父になり代わって、ちょっと配信もね今日されてるということなんで、関東の方もひょっとしたら見てるかもしれませんので、お礼をさせていただきました。で、今日来ていただく皆さんはそれこそその創世期の頃に新潟を盛り上げた方々であります。皆さんもお会いできるのを楽しみにねしていたかと思いますので、
では早速呼んでまいりましょう。まず1人目です。雑草魂で J1 昇格に上り詰めたディフェンダー高橋直樹さんです。さあ来ました。現役時代を彷彿とさせる、なんか先ほどの打ち合わせの時の完全にあのいでたちがもう完全にもう現役時代に戻った感じですね。そうですか。はい、もういやあのね、今立っていただいておりますが、あのぜひ、はい、じゃあちょっと座っていただいてですね、はい、現役時代の背番号14、はい、私が雑草というふうにご紹介をしましたが、そういう紹介で高橋さんよろしいですかね。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、高橋直樹さんが入団をされた時っていうのは当時私も取材をしてて、当時練習生なんですね。そうですね、はい、練習生で試合に出場しないと給料、そもそも試合に出ないと給料サラリーも入らないという、確かそういった条件の中 で、はい、で出場給と勝利給でもそれでもプロになりたいということで福岡大学の方から新潟に来て、はい、でやがて、まあ、プレーを地道な本当にこうプレーで、信頼を勝ち取って、やがて、レギュラーをつかみ取っていくという、そんな方でございます。さあそして続いてご紹介するのはこちら画面の中央をご覧いただきましょう。これさあミスターいじられとありますが、ご紹介いたします。ミスターアルビレックス言えばこの人です。新潟が生んだ天才ミッドフィルダー本間勲さんです。こんばんは。はい、ミスターいじられです。はい、なんでミスターいじられっていう名前になったんですか今回は。まあこの後登場する人がついさっき名付けてくれたんですけどそうですか。まあ確かに昔は、まあ、いじられキャラだったなっていうのを今思い出しました。あ、そうなんですか。はい、全然そんな印象ないですよね。いじるタイプかなという。はいはい、なんかユニフォーム着てます。着てますよ。あ、ベルディ、ベルディ、あ、これよくいじられた人のユニフォーム。よくいじられた人、船越なるほど、はい、いや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 、なるほど。まあ、昇格といえばね、やっぱりこの人のゴールで。なるほどね。昇格したと思うんで。はい、あ、そうですか。まあね、船越選手の、まあ、ユニフォームということで、高橋さんどうですかこのチョイス。本間選手の、本間さんの、はい、いや、さすがですね。あ、そうですか。さすがミスター。はい。あ、そうですか。もういいですかね、脱いで。あ、そう。どうぞどうぞ。早く脱ぎたかったですね。すみません。はい、脱いで大丈夫です。ちょっと、はい、これ緑色だと閉まらないんで。あ、そうですか。なんかまたね、あ、縦で殿下、はい、来ました。素晴らしい。はい、背番号15番。はい、ありがとうございます。いそう、はい、ちょっとこちらに行けなくて申し訳ないんですけど。はい、大丈夫です。ガンガンの話、何か突っ込みどころあったら話加わってくださいね。はい、わかりました。はい、皆さんの拍手も届いてると思います。ありがとうございます。はい、ではもう一方お呼びします。参ります。新潟の永遠のムードメーカー、ゴールに鍵をかける守護神、野沢洋介さんです。あれ、なんかもう完全にもう 出落ちっていうか、もうなんか、あ、来た、背番号マイスタイル。こんにちは、ようこそシェアラウンジへ。飲み放題だからみんな飲んでる、いいですねはい、もうバンバン飲んでいきましょう、はいはい、もうすでに飲んでるようなね、でも常にそういうテンションで来てくださるのが、はい、いつでも行けますから、はい、僕はこの、ユニフォームはどういう狙いが、はい、今流行りの着方ですから、これ、これ前に背番号着るっていうのが今流行りの着方なんで、ね、でこうやって21ってこう番号を出すとあ、そうなんですか。これ今アルビンの中で33じゃなくて21、めちゃくちゃ流行ってる。なるほど。あとちゃんとね、ちゃんとここね、あ、スタヤさん、はい、ここですから、やっぱ今回のね、配信をさせていただいてる、これ営業の技ですから。なるほど、これが営業の技ですからね。そうですか、スタヤさん。いや、素晴らしいです。
末山さんも久しぶりです、ね、いやいやもう本当に久しぶりというか意外とですね今野田さんの営業マンでアルビレックスの、ね、営業マンとしてたまにちらっとテレビ新潟にもこう顔がシュッと出されることあるんですけれども、はい、もう末山さん偉くなりすぎて現場に全然出ないはずでしょ。いやいや全然そんなことないですよ。だってめちゃくちゃ肩書きすごいですよ、はい、報道制作局、報道制作部、制作チーム担当部長、県アナウンス室長、夕方ワイド、新潟一番、チーフプロデューサー、須山司、めちゃくちゃ長い。はいはいはい、ただつけた、はい、だけで、全然活躍できてないんですけど、テニーの肩書きめっちゃ長くて覚えづらい。ああ、いやいや、ぜひ、ね、今度は弊社にもまた番組出演、ぜひどこかの機会でお願いできればというふうに。ありがとうございます。はい、思っております。はいはい、ということで、はい、改めてレジェンド3名お揃いいただきましたので今一度大きな拍手をお願いいたします。揃ったんですかこれは。いやもう揃ったの。揃いました揃いました。もう整ってます。大丈夫です。 OK です。はい、でもねこうやって3名の皆さん、まあね、久しぶりにこうお会いできましたっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、どうですか日頃今日常では3人はあったりすることはあるんですか。高橋さん野沢さん今ね高橋さんはスクールの方で指導スクールマスターでされていて、はい、野沢さんは営業マネージャー。営業マネージャー。ジャーマネね営業ジャーマネ水でも何でも組みますからね。なるほど。で本間さんは今教科部にいらっしゃって、まあ、それぞれもうね、はい役割は違うんですけれども本当にこう根幹を今クラブね支えてらっしゃるということで、どうでしょう、まあ、あったりとかもされるんですかね。まあ、オフィスがね一緒なのがこの2つ、はい、2人で、はいはい、で伊沢はクラブハウスの方に強化の方なので、毎日クラブハウスの方に行ってるんで、まあでもちょいちょいやってますね、はい、ちょいちょいはクラブハウスに僕も行くことがあったりするんで、はい、あそうですか。本間さん今ねお二人にはちょっと顔は直接会えないですけれども久しぶりに会ったという感じもするんですか。いや全然しないですね。あそうですか。まあ直樹さんとはスクールの時で聞こえてますか。はい聞こえてます。大丈夫ですよ。もう毎日嫌になるぐらい顔合わせてますし。そうなんですか。野沢はよくクラブハウス遊びに来るんで、はい、野沢さんって呼べよお前先輩なんだから。年齢で言うと、はい、皆さん同期はどちら。野沢さんと同期入団。本間さんですね。本間さんと、はい、そうですね。一つ上先一つ先に入れました。あなるほどなるほど。じゃあもう入団は近いということでね、本当にこうアルビレックスのまあ中としてはもう大体同じ時期を皆さんよく分かってらっしゃる。年齢としては3つ上2つ下2つ下。なるほど。でちょうど間に挟まれて、はい、一番ちょっとやんみたいな。いじめられる。どうですか、僕がいじめられちゃってる。それぞれまあ、ちょっと先この話あれですけれども、皆様現役を引退されてからのそれぞれの活躍っていうのはどんな、野沢さんとかね、高橋さんとか本間さんとかね、それぞれ支えてると思うんですけど、どんな風に映ってるんですか。まあ、直樹はね、でもこう割と早いタイミングでパッと切り替えて一番こうアルビレックスの内部で働いてますからね。はいはい。酸いも甘いも知ってますか。知らないです。それこそ直樹もそうだし、で久男もサッカースクールから、まあ、スタートして、はい、で今はスカウティングまで上り詰めてますから。そうですね、もうそろそろ来年あたりはもう寺を蹴飛ばして強化部長になってるんじゃないですか。ね、これ配信されてます。寺、あみんな拍手もらってますよ。拍手、はい、はい、見てるかもしれないから寺田さんも。今ね寺川さんがね強化部長といういわゆるこうチームの強化のいろんなこうねまあスカウティングのまあトップにねいらっしゃるわけですけど、その下にまあ本間さんがいらっしゃるということで、時代はね、あこう変わったんだなというふうに感じます。さあということで今回はですね、まあアルビレックスのやはり創成期の皆さんをお呼びしておりますので、当時のまあエピソードなどをですねぜひここで聞いていきたいというふうに思っております。まずですね、本間さんちょっとまずリモートなんですけれどもよろしいでしょうか。はい、はい、
本間さんはですね、皆さんご存知だと思いますけれども新潟県のご出身の J リーガーであるんですが、私はさっきご紹介するときにあえて天才というふうにお呼びをさせていただきました、まあ、ご本人はどう思っているかわからないんですけれども、実は当時サッカー不毛の地というふうに言われていたその新潟においてですね、本間さん中条サッカー少年なんですよね。はい、そうです。はい、大体少年サッカークラブで強いのって、まあ、新潟市の近郊のところが大体強くて、まあ、あとはもうサッカー不毛と言われたぐらいですから周辺はなかなかその力が強化が進んでなかったんですけれども、その中条サッカー少年団という、まあ、須貝先生というとても熱心に指導される先生のもとで、本間さんがもうとにかくすごい上手いのがいるっていうことで、当時放送局に残っていた全国大会のフットサルの大会ミニサッカーのビデオをですねちょっと見たんです。そうしたら中条サッカー少年団が当時新潟代表で出ていて、中で本間さんが小学校6年生でエースなんですけども、まあ全国っていう関東のいわゆる J のセレクションを何百人と受けて突破してきたような、そういった子たちを相手にもいわゆるチンチンにしながらもう一人でもかき回して、もう圧倒してるんですよ。いや、想像はできないですね。そんなことないですよ。想像はできないですよ、そんなチンチンにして。いやいやいや、すごかったですよ。で、当時全国のそのフットさんのベスト5かなんか本間さん入ってますよね。そうでしたかね。はい、3位になったのかな、全国。全国でその当時サッカー不毛と言われていた新潟から出ていったこのチームが3位になって、まあ、もうそれが本間君って、まあ、当時のことを言っちゃうんですけど、まあすごい子がいるなということが私も知りまして、でその後中学校の時に私は初めて実際のプレーを見て、まあ、その時も当時の中条サッカー少年団の子たちが中学に上がってまた県大会の準決勝まで来て、でそこでいわゆる最近のサッカーのシステムだとなかなかないですけど、もう本当にいわゆる司令塔ですよね。司令塔といわれる存在感を見せてたのが本間さん でその後関東の習志野高校という強いところに行って、で本田監督も当時いや新潟にこんなすごい子がいるなんて思わなかったっていうふうに当時本当におっしゃっていて、はい、取材したんですけど、じゃあピークはそこだったんですね。いやいやいや、でもピークは小学校、ピークは小学生だ、小学校6年生がピーク。ご自身でもそう感じるぐらいな、やはりこういわゆるこう王様ぶりだったんですか。まあその時は天才だと思ってましたけど。本当にそうだったんです。まあ、やっぱり高校入って、はい、やっぱり上には上いるなと、やっぱ現実を見ましたね。あ、そうですか。はい、小学校の時はもうまあ小山の大将で、あんまりこう世の中のこと知らないですから、自分が一番うまいと思ってやってましたけど、まあ、高校行ってやっぱりねそういうレベルじゃないんだなって痛感して。あ、そうですか。でも、ね、一生懸命練習しました、そこから。はい、でも2年生からねレギュラーも取られたと思うんですけど、でもアルビレックスでもよく室内でフットサルとか大会でやったりしてた時に、高橋さんなんか本間さんのちょっとテクニックとか見てた記憶あるんじゃないですか。そうですね、まあ、テクニックはね非常にある選手だったんで、はい、うん、そういうとこは僕は全くないんで。いやいやいや、そんなことないです。フットサルとか僕は向いてないんで。ね、まあ全くね。ね、いやいや、でもね、まあ、確かに雑草ですからね、もう気持ち、ね、気持ちでこう、はい、気持ちしかない。いやいや、髪の毛も雑草みたいでしたから昔はね。長いね、チリチリしてましたからね。チリチリしてた時ありましたね。はい。で最後小学の時には坊主にするんですけれども、はいはい、それもまあちょっとねお話として、で、まあ、そんな本間さんが、まあ、高校を卒業してアルビレックスの、まあ、当時 J2 に入団をします。で本当に技術の高い本間選手が永井監督の時に、まあ、レギュラーをね一時まあ取りますけども、その後反町さんになってから、はい、ちょっとこう試合に出られなくなる時期がねあったと思うんですけども、はい、ちょっとお伺いしたいんですが、ここ写真がね1枚ちょっと出るかと思うんですけども、反町さんの当時の、まあね、反町アルビということで、反町さんってどんな存在だったのかなというのをですね、本間さん。反さんですか。はい、まあ、最初嫌いでしたよ。
今アメリカから見てるかもしれませんからね、ひょっとしたら、まあ、まあ選手としてね、やっぱりこう試合に使ってもらえないっていうのはやっぱり一番苦しいですし、まあ1年目永井さんで少し使ってもらって、2年目ソリさんになって、試合になかなか使ってもらえなくて、うん、3年目ですかね、僕ブラジルに行ったんですよ。はい、その時にソリさんに言われたのは、お前使えないから、ここにいても使えないから行ってこいって言われてあのブラジルのキャンプにじゃなくて、キャンプじゃなくて一人だけで、 ありましたね、ありました、はい、ありました。でもあれでしょ、シーズンオフでだったんじゃなかったっけ、あのワールドカップ、ああ日韓ワールドカップの最中で行ってもやってないよって言われてたのに行かされて1週間でオフになるっていう。そうだ。でブラジルで何してたんだっけ。ブラジルでテトリスあの昔のね、こんぐらいのでっかいゲームボーイ1個持ってってカセットもテトリスしかないから、テトリスひたすらやって、なんかやたらテトリスが上手くなって帰ってきたなっていうことですけど。それ、あの本間さん、あの実際でもサッカーをやっぱやったわけですよね、当時現地では。もちろん、まあ3ヶ月行きましたけど、半分ぐらいですね、やったのは。あ、1ヶ月半ぐらいです本当に。本間さんに何を叩き込みたかったんですかね、当時の反町さんは。いや、そんなこと何も考えてないんじゃないですかこれ本当に、まあ、反町さん、あのね、教科部長見てるかもしれませんからねそうですね、教科部長、あの、ね、技術委員長でね、はい、すいません。でも伊沢なんかまだいい方でね、帰ってきて行ってるわけでしょ。当時はブラジル遠征行って、そのまま置いていかれるっていう、はいはいね、人たちもいた。特に 若手の、ね、メンバーの入団1年目2年目、高校高卒ぐらいの子たちが、確かにそういったのありましたよね。あの2003年の昇格の年にアルビレックスがあのブラジルでキャンプをするんです。実はそこから3年連続ブラジルに行っていて、そうですね、2003年からか、はい、3年のシーズンですね、はい、あの私もあの実はあの会社の企画書書いて3年連続でブラジル行って、はい、あのくっついていってですよね。そうなんです。あの当時のエピソードとして、あの野沢さんが、はい、あの なんだっけあれです、あの山口元博選手と同じ部屋で、はい、あ、そうですね、夜な夜な VTR を見てるという。どういう VTR なのか怪しい言い方するのやめてくださいよ。いやいや、ね、そういったちょっとエピソードとても仲良く、ね、好きなこうアーティストのね、はい、VTR とかを見たりしてね、こう、はい、気分を変えてサッカーをすると、はい、大和なでしこを見てるっていう風になんか、あ、大和なでしこな、そうドラマ見てました2人で一緒にそれだけ覚えてるんですよ、元さんと、はい、あの山口選手と2人で夜な夜な見てるという話。何もなかったかですかね、あのブラジルの合宿アトレチコパラナ遠征という、一つのそのブラジルのクラブチームに行って、そこでこうそこの宿舎に泊まらせてもらって合宿したんですよね、はいはい、もうすごい。で、あのすいません、ちょっと、まあ、ブラジルの話になるんですけども、当時あの最初の1年目の時にイグアスの滝を見に行ったところのそのクラブチームとも試合があって、覚えてらっしゃいますか。イグアスの滝の近くのイグアス FC というチームと試合やってるんですよ。雑草もものすごい、もう高橋直樹さんじゃないですけども、高橋直樹がめっちゃ生えてるところでねいや試合しましたよ、全く草刈ってないようなところで、これ練習になるのかと思うようなところで、さっきのね、僕は行ってないんですよあ、実は ここ行ってないんですか。ちょうどその前にあの選手たちみんなでそのお肉を、ブラジルのお肉ですかね、シュワスコが食べたんですよ、はい、でそこで多分油に、お肉の油に当たってお腹壊して、ずっとあのクラブハウスというか宿舎で寝込んでました何人かと。アトレチコのクラブハウスで、はい、あ、じゃあイグアスの滝は見に行ってなかったんですね。そうなんです、あの多分バスで十何時間ぐらい多分かかるそうだよね、移動で、はい、そうです。ずっと、まあ、アルゼンチンの国境のところ、ね、ところまで行ってるんで、はいはいはい、めちゃくちゃ時間かかって、それで行かなかった。他に誰が行かなかったんだ。多分優作さんでしょ、上野選手、マサもいたと思うんだよね。マサとかね、何人かいたんですよ。なんかちょっとお腹弱そうじゃないですか直樹さん、俺も
伊沢もめちゃくちゃ弱いやめちゃくちゃ弱い人の塊じゃないですかそれそうですか。いやね、なんかすごい印象に残ってまして、はい、まあ、あそこでどうですか、やっぱりでもブラジルでやはりこう揉まれて得るものっていうのは本間さんありました？あったんでしょうねあの3年間のキャンプは何だったんだっていうふうに。いや、いやけど、まあ、個人的なことですけど、僕一人で行った時は帰ってきていろんな人に変わったねってすごい言われたんですよ。おそれはサッカーしてないのに何が変わったんだろうなって思ってたんですけど、今振り返ってみるとなんかあそこで行ってなんかこうサッカーまた好きになったのはあったんですよね。なんか純粋にサッカーやりたいなっていう、はいはい、そういう思いがまたなんかこう小学校の時あったようなそういう思いが芽生えてきて、それがなんかこうプレーにつながったのかなって勝手に思ってるんですけど。なるほど。ただキャンプで行ってる時はもう早く日本に帰って家に帰りたいっていう長かったですね、ずっと1ヶ月近く、まあ、まあそういう意味でもいろいろたくましくなって帰ってきたわけですよ、はい、で3ヶ月も いてね、まあ、多少ポルトガル語も覚えて帰ってきたのかなと思ったら、覚えたポルトガル語はボンジア、ボンジア、おはようっていうそれだけでしたね。なるほどね。いやでもね、そういったこうブラジルキャンプがまずあのシーズンのまず最初にあったんですよね。まあ、実際にあのただ小学の年を考えると、本間選手は、本間さんは実はあまり試合に出場機会もらえてなかったんですよね。そうですね、はい、走れなかったからあ、それは習志野から来た時はめちゃくちゃえげつないぐらい走れなかったんですよ。なるほどね。えそうだよね、何より走れない、ちゃちゃ えげつないぐらい、え、一切、キーパーの木寺さんの次に俺走れなかったそれやばい。だから試合に出れないわけ。いや、あの実はね、本間さんにちょっと話を聞いて、いや反りましたってやっぱ厳しい方でしたっていうふうにおっしゃるかなと思ったのは、実はこれ聞いたのは当時あの反りましたにあの取材をしてて、あのそれだけこう新潟でもう天才、もう我が物にしていた本間選手どうなのかなと思って、どうですかって言った時に、あいつは最初のキャンプの初日のランニングで走って戻したんだと。だからあれはあいつは自分を追い込めてない、このままじゃダメだ、もっと厳しさを分からせないといけないというふうに反町さんがおっしゃっていたんですよ、はい、だきっとでも本間さんにそういうこう厳しいところをね、何かこう植え付けようというふうにして、そのブラジルに送り込んだりとか、そういったのされたのかなというふうに、私は実はこの一連の流れの中で聞いてみたかったことなんですそうですね、そう思うとそう、なんかうまくソリさんの考え通りにことが進んでたんですねああなるほど。でもね、そうですよ、本当に、はい、本当に走る選手に、ね、なっていきますもんね。もうそこからはもう信じられないぐらいずっと走ってましたからね。なるほど。試合に出てからは ね。いやもうね、そういった話を聞くと、はい、でまあ、ただきっと悔しい思いでね、また昇格の年などはきっと見ていたんではないかと思いますけれども、ちょっと野澤さんにまたお伺いしていきたいのが、はいはい、まあ、J1 昇格を果たす、まあ、2003年もそうなんですけれども、実はそこに布石があって、実はあの時にものすごい、まあね、もう歓喜の爆発で皆さん多くの方がスタジアムに行かれたと思うんですけども、その背景にはその1年前の実は昇格争い最終盤までしておきながら最後の長井で敗れる、敗れて目の前でセレッソ ね、セレッソが昇格を決めるというね、そういう最終節のあれは1個前ですかね。そうですね、1個前で、はい、そういうシーンで自分たちの昇格が断たれたというのがあり、実はもう1年前2001年も非常に悔しい思いをしているんです。
なんかちょっと2001年の昇格争いってなんとなく覚えてる方っていらっしゃいますかね。2001年、実は2001年も昇格争いを最もう終盤までしてたんです。まあ、反町監督の最初の年ですよね。そう、1年、反町さん監督1年目の年。しかも35歳でしたからね、その時。35、6、5か、5、まあまあ、それは30中盤の若き青年監督ということで、まあ、当時はね。考えられないですよね、今考えると、はい。すごいですよね。すごいな、本当に。はい、まあ、それがですね、ちょっと次の写真を。皆さんおかわり自由にしてくださいね。飲み放題ですから。これじゃバンバンおかわりしてください。小沢さん。あ、はい。これです。なんか嫌な感じ。実は40節、いわゆる44節あるうちの40節終了時点でアルビレックスは2位の1位2位が勝ち点で並んでいて、その3位につけていて勝ち点4差だった。で、京都パープルサンガと直接対決を実はでしたね、その時。はい、41節で。だからこれで勝っておけば2位チームに勝ち点1差に迫るっていう、実はものすごい重要な一戦があったんです。で、この時何があったか、野沢さんね、めちゃくちゃいい写真撮ってるこの人このカメラマン。あ、すいません、あえてちょっとうちの弊社のね、あれをフリーズでちょっと動画をね、はい、実は2対1で勝ってたんですよね、試合2対1で勝ってて、で追いつかれて、はい、残り何分でしたこれ。いや違う、あの時は、はい、V ゴールで負けてるんです。この時 V ゴールでした、はい、2対1で勝っていて、V ゴールか。後半43分にこれ確かね、ヘディングで上野さんだった、上野選手なかったでしょ、その追いつかれたやつか。そう、ここにいるのがあれですね、上野優作くんですね。ちょっと当時京都パープルサンガで J1 昇格争いをした相手にいた上野さんだったと思うんですよ。でヘディングをバンってされて、目の前でワンバウンドしたのをここでね、弾いてしまってファンブルしてゴールに吸い込まれて同点に追いつかれたと。それね、まあ、通常の野沢選手であれば普通に処理してるであろうボールが、なんか魔が差したのか、ちょっとこうボールがスルッといって。そうですね、だからちょうどその時本当サポーターも4万人ぐらい入ってめちゃくちゃ緊張してたんで、やっぱサポーターのせいですかね。かなり今ので不安が減ったと思います。はい、いや本当にね、覚えてるんですよ、優作さんがヘディングをしてワンバウンド、しっかりボールを見えてたんで、あ、これ取れるなと思ってちゃんとかぶせたつもりだったんですけど、ボールがつるっとこう、はい、横に行ってしまって、でもうそのまま気づいた時には入ってた。同点。そのまま試合終了とか後半終了して延長戦で V ゴールで決められて敗れたと。そしてその隣が誰ですか、慰めてくれている人は。これちょっとどなたかあれですけども、でももう号泣して、この時高橋さんも試合に出てらっしゃいましたね。そこいますよね、14番。あ、14番。マークつけよ、しっかり。セルジオ。セルジオか。ヘディングさせたの。いや、わかんねえな。俺のとこやられてんだよ。違うよな。なすりつけ合い。22年ぶりの。ちょっと今回ね、野沢さんに、まあ、当時の、まあ、思い出というか、聞けるという話になったので、あ、なんかこの時ものすごいもう号泣して、もう本当にもうサポーターにも謝りながら、帰ってきた時のなんか印象があって、きっとこの時の思いが、まあ、2年後の、ね、昇格、あるいはこうプロとして生きていく上での何かこう野沢選手を変えたんじゃないかなというふうにちょっと思い、はい、サポーターあったかったですから、この時もブーイングでもなく、はい、ぐっと支えてくれて、その次の試合もアウェーの山形戦でしたけど、はい、応援来てくれて声援を送ってくれて、まあ、そこからこうまたなんかサポーターとね、
アルビの選手たちのこう結束がグッとね、はい、また繋がったかなっていう感じはしましたね。なるほどね。まあ、あのただその山形戦で惜しくも敗れて J1 昇格の夢は絶たれてしまうんですけども、あのこの試合で敗れて、勝ち点がだから2位チームと勝ち点7に広がって、であのまあ事実上も厳しいという状況になって もう本当にご責任を感じながら、どうですかね。でもあのこういう昇格争いしている時の心理状況といいますか、あのやはり選手たちというのはやっぱこうすごいものがあるんでしょうね。まあ、でもなんかずっとこう夢中になって追い求めていた感じがするので、あんまこう常に冷静にいられた感じしないですけどね。そうですか。いやいやいや、自分の中で。あ、どうですか先輩。どうですか先輩、高橋さん。やっぱこの時出てんのかな。いるやん、14番。本当に、まあ、2000人も出てるな、はい、出てるよ。これあの本間さんも出てますよね、この試合。いや、僕出てないんだよ。出てます。また出てないとか言って逃げようとしてるな、お前。私がミスパスだった可能性、パスミスをした可能性があります、はい、僕出てたら勝ってますよ。あ、そうですよね、はいはい、やられたんだよ、優作に。上野選手 ね、はい、まあ、ね、2年後一緒にチームメイトとなって J1 昇格を果たすわけなんですけど、本当ですよね、運命ですよね、また、はい、それもね、いや本当にそんな風に、ね、思います、はい。まあ、でも、ね、そうしたこういろんな思いがこう積み重なって、あの2003年の、まあ、歓喜の爆発ということになっていくわけなんですが、ちょっとあのでは続いてあの高橋直樹さんにもですね、ちょっと聞いておきたい、あの次のちょっと写真を、あ、これ、あれ、これですね、こっちから行きましょうね、はい、あのちょっとちっちゃいんですけども、会場の皆さん、あの2003年のシーズンのこの右上の緑のところはですね、左が開幕スタメン で最終戦に高橋直樹さんが実はいらっしゃいますですね、はいはい。で、最終戦の前の順位表がここなんですね。ごめんなさい、あのちょっと写真皆さんちょっと映り込んでしまう、申し訳ございません。アルビレックスが2位で、3位の川崎フロンターレが勝ち点3差で追いかけて、で最終戦を迎えるんですね。でこの時に最終戦で、まあ、もしも負けると川崎が勝てば、得失点差で川崎が上だったの で、 そうです、ね、はい、ひっくり返されると、もう本当にもう引き分け以上はもう絶対ないという、負けられないという戦いが最終戦だったわけなんです。実はのこの時高橋さんは今季ほとんどそのシーズン出場機会なかったんですけど、はい、この43節44節に起用されます、はいはい。これはもう選手としてのこのどういう、どういうどういうこう、まあね、気持ちでこの最終盤の戦いに2試合入って、しかもサイドバックですからね。サイドバックだからね。センターバックじゃないですからね。はい、いや、実はこの年僕結婚してるんですね。だ急に、おめでとうございます。急になんだその。で結婚して、はい、でこれから頑張んないといけないなっていう矢先に、春先であの中足骨を骨折して、でそこからもう3ヶ月間、骨折というのがもう5月の後半、はい、でそこから9月までずっとリハビリでだったんですけど、もうその間ね、チームはずっと勝ってて、はい、うん、でこのままいけば、ね、昇格なんかしたら自分もう来年残れねえんじゃねえかぐらいな、あ、いうもうどっちかというと追い詰められてるような、なるほど、うん、感じだったんですけど、そんな中、まあ、ちょうど、まあ、ちょうどっていうのもあれですけど、怪我人がたくさんやっぱりサイドバックで出て、はい、で僕もサイドバックはもう本当やったことなくて、学生時代もそう含めて、はい、で、まあ、前日までまだ分からないと、福岡戦ですかね、その、はいはい、この前の福岡戦まで、最終戦の前が福岡戦ですね、そうですね、アウェーでね、でその時は、はい、鈴木健太郎がちょっと足の状態が良くないと、左サイドバック、はい、で前日の練習で様子を見て、まあ、判断するみたいな感じだったんですけど、でそこでは、まあ、やっぱり思わしくないからっていうので急遽サイドバックで、まあ、出たのが、
じゃあ最終節の1個前というのは左サイドで出た。左サイドで出ました。右は4波です。なみんなセンターバック、みんなセンターバック出てない。あ、そう。高橋、アンデルソン、丸山、アン4波。アン4波。すごい最終ラインですね。そうなんですよ。ものすごい器用ですよね、これは。いや、でも絶対点は取られる気はしない4枚ですよね。そうですね。そこが一番でしたからね。まあまあ、そこで、まあ、4波よりちょっと良かったのかな、サイドバックが。だから出れたみたいな。あ、4波より確かに。最終戦に関しては。あ、で、アン選手じゃなくて、今度は鈴木健太郎選手が戻ってきて、自分が右に入った。右に入った。はあ。いや、ね、いきなりここでこう、やったことのない、ポジションで最終戦に起用されるというその、まあ、心理というかですね、相当なもう、まあ、あのね、ものを感じながらピッチに立ったんじゃないかと思うんですけども。いや、でも自分もう役割がはっきりしてたんで、もう監督からソリさんからはもうディフェンスのところだけもうそこをしっかりやりなさいと、やれと、まあ、攻撃はもう期待してないんで、はい、とりあえず守れ、ディフェンスのところだけしっかりやれと。そうですか。誰もが期待してないから。誰いやいやいや。してた。でも入りそうだったんだよ。セットプレーとかね。もう入りそうだった。入りそうだの知らない？ゴール？ゴール。センタリングが上げたら、うん、そのままゴールの方に行って、キーパージーターかポスト、キーパージーターだな。うん、でコーナーだったんだけど、それ入ってたら俺がもしかしたら昇格決めてるゴールかもしれない。ミスキック、ミスキックのやつ、ミスキック。いやいやいや。なるほど。あのでもう一枚ちょっとあのね、先ほどちょっと一瞬ちらっと。でこの最終戦の前に、ちょっと本間選手のは見つけられなかったんですけど、でもプリズンブレイクみたいになってますけども、いいね、あのね、野澤選手、そしてあの高橋さん、なんか逆に若返って高校生みたいな、そうですね、あの最終節の前に、選手の皆さん、坊主にね、あの髪の毛を買ってされて、もう最終戦に臨むという。でもこれ坊主秘話としては、はい、伊佐が一番最初詳しいと思いますよ、この坊主のになったの。あ、そうですか。でしょ、本間さんのこの秘話については一番最初にされた、もしかしたら。いや、違う違う、あのずっと近寄らないようにしてた。近寄らないようにしてただって伊佐は結構後でしょ。だって坊主になっていく順番があったんですか。だって、え、最初にさ、だって食い棒でさ始まったでしょ。違う違う、伊佐いない、俺といないいない、伊佐いなかったあの時、その時いない、あ、俺、優作さん、秋葉さん、マルクスがいて、その4人で飯食ってて食い棒で飲んで、あの飲んで、今飲んまで言ってたけど福岡から帰ってきて、うん、本当はリカバリーとかあるんですけど、その時はもうなくて、そのまま食いしん坊で、まあちょっとお茶しながら泡のね、泡のね、お茶をしながら、まあ今で言うこれ、まあ、ちょっとそうやっていろいろ試合の話をてて、ティーラテみたいなね、してて、ホイップ的なね、でそこからちょっと盛り上がって、なるほど、うん、ちょっとマルクスが、マルクスかな、マルクスが坊主にしようって言ったの。私も聞いてるのは、まあ、マルクスあえても短いじゃん、どんなそんなブラジルにそんな文化あったので、マルクス、マルクス選手って聞いてました。そうそう、でマルクスが先に、いや秋葉さんだよな。いや、それはそうです、そうそう、絶対秋葉さんがもう酔っ払ってる、まあねまあいいよ、うん、で、やって自分でやったの、まあ、やらされ、まあ、やってそこによくバリカンあったね、うん、それも秋葉さんのバリカンだからなんでその場にあんのよ、わ、ね、かんねえ、なんであったんだろう、なんであったんだろう、ただ車に乗ってたんじゃない、車でもうあの時はね、で、マルクスもやって、で、優作さんは絶対やんねえだろうな、まあ、この酔った勢いでやってるなと思ってたら、優作さんまでやって、なるほど、そう、で、これやべえ、やんねえといけねえなって、それはそうだよね、秋葉やって、優作さんやって、で、自分のね、奥さんもいて、その時ちょうど、まあ、家族も多分来てて、ああ、なるほど、いや、これぜ、あの坊主したら、あなた離婚だよって言われてて、そんなに僕嫌いな奥さんなんですでも優作さんやったんで、これやらないといけないって嫁に買ってもらいましたけど、でそこからそこから多分みんな野田とかね、じゃあ俺電話かかって、そうそう、そのみんな若手から若手に電話かかってきて当時若い方でしたから、あ、なるほど、その場で電話かかってきて、野田何やってんの、今ご飯食べようよみたいな感じでちょっとご飯食べてるから一緒に食べようみたいなで、
あ行きますって言って運転して行って入ってったら座れみたいな何みたいな。そのまま今の時代だとかなりやばい展開になりましたからね、はい、え伊沢はいつや坊主にした。俺坊主してないよ。してないの。してない。サポーターの方をみんな覚えてる方いらっしゃるんですね。悪意をのマスター、悪意をのマスター見てるよしてない、信じらんない。電話なんかすごい電話がかかってきてたんだけど、それこそ雄三さんとかと一緒にいて。雄三もしてないの。雄三さんもしてないっしょ。うん、なんかすごいことになってるらしいぞっていう話でやっぱその聞き察知能力ね違うね、もう変わらないですよね。あのプレーいじられきすぎてなるほど。いやだってしたところでだって試合出れねえからなそうそうバリカンで、あなるほど、そうですね。まだ確かにね、なんか仮存みたいなところが。いやそんなばっかりですよ、みんな若手は。雄三さんも松葉杖だからね、最終戦ねそうか。いや当時あの言われてたのが、その言い出しっぺの一人がマルク選手 でマルク選手バリカンで勝ったら、あのでもマルク選手全然変わんねえじゃねえかって話になって、あのただ単に綺麗になっただけだって言って他の選手からものすごい不平不満が出てるっていう話をちょっと自分は覚えていてですね、まあ、でもこれ最終戦のね、本当に臨む前 の、まあね、ちょっとしたエピソードとしてあのご紹介させていただきましたけども、まあ、それで一致団結してね、はい、行きましたから、ね、サポーターもね結果的にやってくれたもんね。サポーターの中にはサポーターでもやってくれた人もいて、うん、あそうだったですね。あでもそういった方は確かにあの画面でもね映ってらっしゃる方いらっしゃいました当時、はい、あのどうですかね。でもそうした中迎えた最終戦 J1 昇格なんですけれども、改めてこう、まあ、自分自身にもそうですけれども、この J1 昇格するということはどういった意味があったというふうに思いますか。ちょっと高橋さんからちょっとお伺いしたいんです。そうですね、僕はまあそのずっとあのまあ練習生から入って J2 でプレーしましたけど、まあ目標がやっぱ J1 でプレーしたいっていうのがまああったので、はい、まあ、その舞台にまあ立てるチャンスがまあね、あの巡ってきたというのもそうですし、まあ、ずっと出れなくて、ね、その決まる試合で自分がねそのチャンスをもらったっていうことで、すごいやっぱり他の人には経験できないすごい体験をさせてもらっているっていうのが一番にあって、はい、うん、何としてもこの、ね、試合を勝ちたいっていう思いでね戦ってましたけど、はいはい、まあ、でも実際にその、ね、昇格を決める試合に立てるっていうのはそうそうあることじゃないですからね。そうですね、はい、あのどうですか野澤選手は実際にあの、ね、ピッチというのをね、もう、まあ、実際そこに立ってどうでしたか、もう瞬間というの。いやもう本当あの試合っていうのはね、表現言葉に表せないですよね、はい、この中であの最終戦にいた方ってどれぐらいいますか。あまあね、もうほとんどの方がきっとそうですよね。やっぱあれはあの場にいないことにはこう体感できなかったと思いますし、まあ、J1 昇格したっていうところ、やっぱその歴史の時代の中で昇格というところがチームとしてもクラブとしてもそしてサポーターとしても夢だった、うん、はいはいはい、ね、そこでその夢を一緒に掴んだから夢が叶った瞬間っていう感じですよね、うん、夢が叶ってこんなことなんだなっていうところ、はい、それを新潟の人たちとみんなにね一緒になって成し遂げられた、うん、はい、あの新潟の一体感っていうのはやっぱ今でも忘れられないし、もう新潟市場もあの興奮はもう二度とないんではないかというふうにまあ言われてるぐらいのものすごいもう ね爆発でしたからね、うん、本間さんあの実際にね試合には出るチャンスがなかったとは思うんですけれども、はい、サッカー不毛の地の自分のこのねふるさと新潟がそういう光景を迎えてどうでした。いやもう本当にあの瀬山さんも話してくれたように新潟にサッカーって全くこう根付いてない地域だったので、まあ、それがあのうまくワールドカップの日本で開催されて、でアルビレックスも昇格を争える位置にずっと、まあ前の年その前と悔しい思いしましたけど、こう新潟県全体がこうサッカー熱がすごく盛り上がっている状況で、あのタイミングで昇格できたっていうことは、多分あのタイミングじゃなかったら今のこのアルビもないんじゃないかなっていうぐらいすごくいいタイミングで
昇格できたなと思ってますし、はい、あとはその選手たちのやっぱりその昇格にかける思いっていうのは、まあ、ベテランの選手はもう本当に昇格しなければもう仕事がなくなるっていうようなそれぐらいの気迫も普段から感じてましたし、そういう、まあ、サポーターも含めみんなの思いが詰まった1年だったなと思いますし、本当にこう多分あの雰囲気っていうのはなかなか味わえないと思うんで、もう本当にこう選手だけじゃなく新潟県全体が力を合わせて、戦った結果2003年の昇格をつかみ取れたと思うので、まあ、本当に忘れられない1年、まあ、その中でね個人としては試合に出れなかったっていう悔しい思いもありますけど、まあ、まあそれは置いときまして、本当にこう新潟県としては本当にいい出来事だったんじゃないかなと今でも思います。なるほど、そうですよね、はい、拍手も沸いておりますけれども、まあ、そういう中でですね、今シーズンですから本当に、まあ、19年ぶりですかね、今昇格をまさに一度、J1 から J2 に落ちた中でですね、再びもう一度舞い戻ろうとしているわけなんですけれども、ですが今季はね、あの時のちょっとこう緊張感というよりも、どうですか野田さん、ちょっとまあ気持ちに少しちょっとまあ戦いぶりもそうなんですけど、ちょっとこう少しこう余裕を持ってちょっと見られるところとかありませんか、どうですか。あ、見方ですか。見方というか何でしょう、まあ、昇格へのね、また思いというものはあるんですけれども、うん、こうもうある意味今トップ走ってるじゃないですか、はい、でもうともすればね次節っていうところまで来て、どうでしょう、当時とまた何かこう気持ちの違いみたいなのありますか、雰囲気的には。まあやっぱり、まあ、今見てて、その今のアルビの選手たちっていうのは本当に一言で言うともうたくましいなっていうふうに思いますよね、うん、あ、だからもう戦い方見てもそうですし、まあ、それ以外のこう個人にしてもやっぱり目標がもっともっとやっぱり高いところにあって、あの当時はもう我々も J1 行くことしか考えてなかったけど、多分今の子たちはもう J1 行くことだけじゃなくてその先のことを考えて通過点でしかないと思うんで、だからこそ今すごい強さを発揮できていると思うんで、まあ見てて非常にたくましいんで、うん、まあ、このままやってくれるんじゃないかなというふうには思いますけどね。なるほどね。高橋さんなどは今シーズン戦いなどを見てですね、どうですか、特に頼もしさを感じるところではどんな点になるんでしょう。やっぱり選手層が厚いというか、誰が出てもこう同じパフォーマンスというか、うん、でプレーできているのがすごいなっていうのが、多分うちらね、当時は多分そんなに層は厚くなかったんで、誰かが怪我するとっていう、うん、もうしかも俺もサイドバックで出ちゃうし、そうそうそうなんで、うん、だけど今の選手たちはね、本当にそういった意味では質の高い選手がすごく揃ってるんで、うん、うん、で相手としては嫌だろうなっていうのは感じますね。確かにこの終盤に、まあね、高橋選手も本当にこう残念な怪我もしましたけれども、逆にそれを、ね、カバーする選手たちも本当にしっかりと仕事をしつつ、また、ね、そのユニフォームじゃないですけれども、ね、またもう一度一つになろうというようなそんな気持ちも、ね、感じますもん ね、 そうですね、はい、どうですか、本間さんはですね、強化部のちょっと、まあ、ある意味中の方として、まあ、話せるところ話しにくいところもあるかもしれませんけれども、今期のやっぱりこうチームっていうのはどんな風に、はい、ずっと見てました。そうですね、まあ、まあ基本的にはその同じポジションで競り合える選手、2チーム分の編成っていうのを、スタートのところで進めていって、まあ日々のその競争がある中で、まあ、出る選手出ない選手いますけど、その出ない選手たちもモチベーションを落とすことなく、やっぱり日々のトレーニングからすごく意識高く本当にこう競争の中でやれてるのが、
ちょっとね残念な怪我とかもありましたけど、本当に最後までねこうみんな誰が出るかわからない状況だと思いますし、全員がこう力を合わせて誰が出てもねいいパフォーマンス発揮できると思うんで、本当最後の最後目標達成するまで戦っていきたいなと思ってます。はい、本当にね強化部の本間さんから、まあ、力強いねメッセージをまたいただいて、もう残り、4試合ですかね、自信を持って臨めるなという感じもしますが、あとまあもう一つ思うのはここ数試合ねスタジアムに歓声が戻ってきたじゃないですか。でまあコロナ禍でねなかなかこうスタジアムで皆さんも応援できなかった時期は、まあ、本当に長かったと思うんですけれども、改めてこう当たり前にあったそのビッグスワンの歓声がなくなってしまって、すごい改めてこう何でしょう、空間の大切さというかね、いる喜びみたいなものを北のサポーターの皆さんも含めて選手も含めてきっと感じてるんじゃないかなと思うんですが、どうですかそのあたり、まあ、高橋さんなどはどう見ます？ね、やっぱりサポーターの声援ってすごい、ね、力になりますから。で今の多分選手たちは若い選手なんか多分その、ね、サポーターのその声援っていうのを聞いたことが多分なかったと思うんですね、はい、でアウェイの栃木戦だっけ、はい、うん、その時にそのサポーターの声援を聞いて、この中で戦いたい、ね、うちらとしてはね、たくさんのもう応援はできないけれど声援はできないけれどもスタジアムにたくさんの人を呼びたいっていう、ね、ね、思いはあったんですけど、でもそうじゃなくて選手たちはその人数が少なくてもその声援を聞いた方が自分たちのパワーになるっていうので、そういうふうに社長の方にも話をして、ね、はい、なるほど、うん、はい、だからやっぱりサポーターはねやっぱ すごいんだなっていうのは思いますし、まあ、結果ね声出しも OK、うん、そして3万人以上入れるっていう状況になりましたから、はい、もうなるべくしてなるしかないんじゃないかなと、はい、もうねこの後、まあ残りホームのね試合はもう限られていますから、きっとね駆けつけて最後に大きな力強い声援を送りたいと思っている方もきっと多いんじゃないかというふうに思います。さあそうした中でちょっと一つだけちょっとごめんなさい、せっかくの機会でちょっとテレビ新潟のことなんですけれども、はい、10月の23日最終戦がですね、あら実は当日テニーが地上波生で実況中継をすることになって、で当日なんですけれども実はこの日ですねお昼の新潟一番サンデープラスという番組があって、その番組もビッグスワンから生でちょっと VTR 振ったりとかするというちょっと展開になってまして、たまたまそのですね MC が2人いるのはこれは本当に彼ら自腹で来てるんですよ、ちゃんとそれは飲むわな自腹で来てたらな、はい、じゃあせっかくなんでちょっとね中継最終戦に向けた意気込みをちょっと 10秒で一言ずつちょっと言ってください。はい、いや本当にレジェンドの方々と僕にとっては本当テニーのレジェンドの方と間に挟まれ本当に緊張してますけれども、10月23日は、僕が実況を務めさせていただきます。本当に19年前でしたっけ、その時の興奮をまた僕の口からそしてスタジアムのみんなで作れるように一生懸命頑張っていきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします、はい、熱い実況ね、はい、リポーターは多分おそらくよろしいですか、いやせっかくなんでもう本当に15秒でごめんなさい、すみませんごめんなさいね本当に失礼いたします。新潟一番サンデープラスを担当しています日高由紀と申します。もうちょっとビールを飲みすぎてすいません、ダゾーンのインタビューはもうね、いつもインタビューをやってます、はい、させていただいてます、はい、ヘッポコだと思われてる方もいるかもしれないんですけれども、最終節はいつも以上に気合を入れて臨みます、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。で2時から実況中継、実況生中継なんですけども、でその後4時からさらに昇格特番が4時10分そこからさらに続きますから、この日テニーは午後ずっとはもうビッグスワンからずっともうアルビレックスですので、はい、ぜひ
このね、まだ決まってませんからね。いやいや、もう多分この10月23日押されてるのはテリーだけですよ。いやいや、みんな10月23日決まってなかったら相当多分高橋直樹さんが出なきゃいけないぐらいにやばい状況になってるチームは。そうかな、相当怪我人が出てるから大変な状況になってる。もうまあこの段階ではさすがにね決定してるんじゃないかと思いますけどもね、今のチームのね雰囲気流れ考えますと。ですので、はい、ぜひよろしくお願いします。でははい、あ、すみません、ありがとうございます。もう時間が実はやってまいりまして、締めくくりとしまして、それぞれお一言ずつ、サポーターの皆さんにね、ぜひこんなレジェンドからこんな思いで昇格の日を、ね、楽しみにしていてください、的な一言をお願いします。じゃあ高橋さんから。はい、では、まあ、今シーズンもね、残り少ないですので、まあ、また皆さんと、ね、この喜びを分かち合えればなと思いますので、ぜひビッグさんの方に足を運んでいただければと思います。はい、はい、はい。では、先にじゃあ順番登場順で本間さん、はい、はい、一言最後にサポーターの皆さんにお願いします。はい、まあ、残りのホーム、少ないですけど、本当にこのチャンスを逃すとサポーターの皆さんもこの昇格っていうのを味わえなくなると思うので、ぜひ、まあ、今日も4万人近くそちらには来てると思いますけど、はい、います、います。スタジアムの方にも4万人集まっていただいて、一緒に昇格の喜びを味わえるように、今年の目標一緒に達成しましょう。はい、ありがとうございます。では野澤さん、はい、最後に締めくっていただいてよろしいでしょうか。そうですね、本当にもうこの我々が最初の昇格を成し遂げてもう早20年くらい経ちますけど、これが今でもこう続いているわけですから、また新しい歴史がねこの生まれるっていうこと、その瞬間にやっぱ立ち会えるっていうこの幸せといいますか、これは本当に皆さんが承認なんで、もうビッグスワンに絶対来て、まあ、いつかわからないですけれども、その場に絶対いてほしいなと、お友達もそうですし、ご家族と一緒にいてほしいなと、それがずっとこうみんなと一緒になって語り継がれることになると思いますので、まあ、ぜひビッグさんに来ていただきたいというところと、ここのシェアラウンジも皆さん配信見てる方も、ね、このシェアラウンジも非常に快適空間、こんなトークショーしてるばっかじゃございません。後ろでお勉強してる人たち今日はうるさくてごめんなさい、ね、普段お勉強もできますし、飲み放題で食べ放題でもありますので、ぜひシェアラウンジの方も皆さんご利用よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。もうね、さすがの営業マン野澤選手が見事に締めていただきまして、これにてですね、はい、配信のご覧の皆さんもどうもありがとうございました。アルビレジェンドトークセッション締めさせていただきたいと思います。もう一度大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。